オルチキ文字は、オルチェメット文字、または単に、オルとも呼ばれ、1925年に、インド東部のサンタル人、ラグナート・ムルムにより、サンタル語を表記するために考え出された文字である。左から右へ書かれる。インドで、一般的なアブギラではなく、アルファベットである。サンタル語は、伝統的には、デーバナーガリー、ベンガル文字、オリアー文字、および、ラテン文字で、 表記されてきた。オルチキ文字はこれらの文字と比べると、歴史もない弱小な表記体系だったが、徐々に使用されるようになり、1979年には、西ベンガル州政府が、オルチキ文字を、サンタル語を表記するための文字として公認した。なお、サンタル語は2003年に、インドの憲法第8不足指定言語となった。オルチキ文字の字型は、 サンタル人に馴染み深い記号から取られているという。例えば、N の音を表す EN という文字名は、脱穀するという意味があり、人が足で穀物を踏んでいる様子が元になっているという。しかし実際には文字を見てそれが何を表しているかを知るのは難しい。オルチキ文字は30文字から構成され、5行6列の 文字表の上に配列されている。表の一番左は母音、二番目が無性シーン、三番目が有性高等化シーン、四番目が美音、五番目がそれ以外になっている。文字の名前は母音の場合、L にその母音を構続させる。シーンの場合は同じ列の母音にそのシーンを構続させる。例えば最初の文字は、なので、文字名称は L になる。 二番目の字は t を表すので、文字名称は t になる。最後の一文字は、シーン字に後続させて、大気音を表す。オルチキ文字は、サンタル語タ方言を元に作られているが、この方言では、母音が六つしかない。他の方言では八つないし九つの母音があり、オルチキ文字でこれらの母音を表すには、母音字の右下に点を打つ。 例えば、A を表す字に点をつけると、E を表す字の右下に点を打つと、を表す。優勢シーンと高等化シーンは、同じ字で書かれる。多くの場合、両者は環境によって区別される。すなわち五末では高等化音、五中では、シ音の前で高等化音が、母音の前では、優勢シーンが現れる。しかし後頭ではどちらであるかが決定できないので、 優勢シーンを意味する場合には、オホットと呼ばれる記号を付加する。記号には、他に、以下のものがある。ユニコードでは、バージョン5.1で追加された。以下の領域に次の文字が収録されている。ありがとうございます。